皆さんおはようございます。おはようございます。本日は待てば回路の日よりあるというテーマでスピーチになります。まず平凡なありふれた言葉です。日常いつどこにでもなります。だがこの松の真髄を意図しているのはこの世に幾たびいるでしょうか。若き日のデート第1回第2回女性の常かそれとも試しの技なか1時間の遅刻まさにの辛さまた来なざるかと心焦り見えてホッとして冷えるかねと情報が込めていた共に楽しき一日を過ごしたのです。第3回目肝心に30分だけの遅れそして決まり悪気に遅れてすみません。作り笑顔でもよいからいいよと言えば天下太平それが魔が差したというのかそれとも今までの我慢の爆発だか何が30分早くだ30分遅くだよ。彼女は今日は30分も早く来たのであって気はすみません。私の悪い癖で一旦患者を起こすと止めろを知らずそれで高い声で日に30分早くだと30分遅くだよ。彼女はぼっとなり尖った声でたったの30分になり何をそんな起こる必要があるの。僕は一日先週の思いでいうことは知ってるのか。一日が一戦で30分は20年余りになるのならすなわち俺はここでポカンと20年も待ちだとなるのだよ。彼女はこれが計算高い条件の攻め男とはもう付き合ったんだよ。勝手にせい俺もそう思っとった勝ち気に勝ち気もらうこの声はお茶釣りに逃がした魚は大きいで風源家の民に思い起こす終戦のいかんじとなったのです。妻との外出バイクにエンジンかけて外出の日なかなか見えない戻ってみるに鏡に向かって口紅次に髪の毛おいどうせヘルメットかぶるんだよすぐ見られちゃうじゃないか。だって届かないとなんだか足りないわ。よしこれが男の乗り物の出所みたい。さて終わりだと思ったら今度はこの着物なんだか見栄えしないようまたちょっと着替えるからよしまだ見たい今度こそと思ったらなおもどもど何をしてるかと見たら靴この靴着物の色と似合わないよこれは少し古いしこの一足は仮眠プロをついに切れてたかよもうお前とのベースは真っ暗ごめんだお互いのつい深い質を100冷静に収穫日曜日に衣が変えてやっと評価へ向こうはかすがへと言ったものです。これも松の真理を知らないけど夫婦不和の夫婦不和の人物だったんです。歴史上罰の放棄を極めた理由は中国では死無の教書太鼓の盛り釣りと言われ餌をつけずのすぐ割りで水上散策そして天命を追う者はこの針に上がりこよと事件に事故80歳になってからやっと新聞王に出会い軍師となり太鼓坊と崇められて省の地方を滅ぼし新王朝800年の開国第一の行進となったのです。日本には徳川家康織田信長の派豊臣秀吉の地この方々の栄光を忍耐ことは忍耐で言います。
泣かぬなら泣くまで今こう再び苦があること70歳を越してからやっと200年近くの天下を築き上げたようです。松にも5万里美しい地面があります。入江留学なので恋人の分かる畑崎雄介投げたくんて必ず無事に帰ってきて座りもお待ちしますと甘いつとやりこれを励みはるかの空で町人ありとの期待に膨らむ美しく夢ドラマになります。長に並ぶ世の中長い人生においてはあらゆる苦難に遭うでしょう。福来地図学失業失敗失恋離婚親しい人の死亡大環境の変遷変化だが時間は最善の行為でありまた予約やあらゆるものを失うことがあっても将来を奪うことはできず志を捨てず接客一日の態度で明るい心構えを持ち続ける限り待てば帰るの日和がありで必ずまた良き日が帰ってくるはずです。皆さん頑張りましょう。勝つまでは